おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日もこくらせエピソード2やっていきたいと思います。前回はね、あのエピソード2が始まりまして、特化生の依頼を受けることになりましたと。なので特化生の校舎、まあ特別科の校舎をあの行ったり来たりしたりして行ったり来たりしたりしてってなんかすごいな。特別科の文化祭実行委員にその依頼人の日野小太郎と、ターゲットの阿佐ヶ谷まどかを一緒にその実行委員にさせるみたいなのをこう今目標としてやっております。そして今許されない失敗を許されないイベントに来てしまいました。なのでやっていきますよ。早速やっていきますよ。よし、魚住先生を水槽におびき出すと。水槽になんかするってことかな。さあ実行、魚住先生きっとすぐ来るからさっさと隠れなきゃ。すー、あー魚が死んでるー。なんだと。よしすぐ隠れよう、先生が来たら職員室へ。あれ待って、こっちじゃダメじゃない。あ、オッケー来た、よかった。魚住先生の机、二藤先生の向かい、オッケー。あった、もう書き終わってる。書き換えちゃおう、名前なんだっけ、早くしないと先生戻ってきちゃう。ことの葉、もうセーブできなくなってるもん。阿佐ヶ谷まどか、これオッケー。ああ見つかった。あら、またお前か、何やってんだよ。ありゃあ、暴れた。あー、くそ、一発で成功したかった。もう一回やります。待って。これで、あー、魚が死んでる、なんだとって言って、こ、あー、どうしたらいいんだこれ。一回どっかに隠れなきゃいけないのかな。あー、魚が死んでる。あー、ここだと見つかっちゃうよね。え、待って、もうちょっと待ってね。何回かやりましょうか。こうだ、オッケー、いいね。で、これで琴の葉で、よしいいぞ、早いよ今回は。でもう二藤先生に出しちゃおう。こうだ、え、どうすんの。え、二藤先生に出しちゃおう、どういうこと。いや違う、これ、あ、違う、どうすんの。どうすんだ、帰っていいのか。帰っちゃダメだよね、もう二藤先生に出しちゃおうでしょ。こう違うわ。ああ、なんだ、びっくりした。先生、委員の推薦、魚住先生から。あ、ええ、ありがとう。どうしてあなたが。魚住先生忙しそうだなって思って。そう、ありがとう。魚住先生には私から言っておくわ。はあ、早く出よう。オッケー。またいたずらか、たか。かわいい魚たちが無事でよかったよ。で、これでバレなければいいのかな？オッケー。はあ、ドキドキした。さ、おしまい。ちょっとあそこに行ってみようかな。これあれじゃない？校舎裏じゃなくて、倉庫？ん？倉庫？違う、なんだ？あそこ。あの、ゴミ捨て場ね。ゴミ捨て場に行くんじゃないかな。で、人替えで、じゃあ、カンタくん。私は特化入り口の手前、柱の陰に隠れるんだよ。オッケー、行きましょう。今回は普通科の方じゃなくて特化生の校舎と行ったり来たりするから結構大変かもしれないね。まあ、でもマップが広くなって、やっとね、あの、こっち側のさ、左側の校舎も普通に覚えられてたから、広くなったことでまた新しいものが増えて私はワクワクしておりますよ。さあ、彼がすぐ近くに来た時に私のね、霊能力で。なるほど、じゃあ今じゃないのか。 OK で、じ
ゃあまず千鶴先生からいこうか。あれおかしいな。うん、魚住先生、推薦書をいただきました。先生がお忙しそうだからって生徒の子から。え、そうなんですか。まあいいか、お願いします。阿佐ヶ谷まどか、阿佐ヶ谷まどかさんか。あの子なら適任だわ。さすが魚住先生。ちょっと今から阿佐ヶ谷さんにお願いしに行ってみようかしら。阿佐ヶ谷さんに聞いてみようか。彼女の教室4階だったかしら。あら、特別科校舎って4階あるんだ。え、4階までなのかな、それとも5階とかまであるのかな。4階ね、まず2階、3階、4階。あー、どう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 、4階までだね。はい、私ちょっと見てみたくて。最優秀クラスの人たちってどんなかな。あ、阿佐ヶ谷さん、まどか先生じゃ、先生じゃねえわ、まどかちゃんの声どんなんだっけ。はい、二藤先生、何でしょう。こっちか。まあ興味があるか聞くぐらいなら。琴の葉でこれ、あ違うのか、あれ琴の葉じゃないの。あ、これか、こっちか。文化祭が近いでしょ、実行委員をやってくれる人探しているの。そうなんですね。それでね、あなたが適任だって推薦してくれた先生がいて。私？どうして私なんです？しっかりしてるし、特科でも普通科でもとても慕われているでしょ。そんなことないですけど。まあ私もね、あなたならきっと適任じゃないかって思うの。この行事で特科と普通科の交流を図りたいのよ。だからあなたはぴったり。だからあなたはぴったり。ありがとうございます。でも実行委員なんてやったことないですから。そうね、無理言ってごめんね。嫌ならいいの。でも考えてみます。もし私でお役に立てるのなら。無理しないでね、本当に興味があったらでいいのよ。はい、では。私だってぜひ彼女に実行委員をやってもらいたいけど。声合ってた？ちょっともう結構さ、女の子のキャラが増えてこうごっちゃになってるわ。で、めぐちゃんとコタロウくんに変えれるけど、じゃあまずコタロウくんからいこう。いやちゃんとやってくれるのかな彼。あれから何も音沙汰ないけどね。ちょっと不安になってきたな。もう一度頼みに行こうかな。オッケー。どうぞ。すごい寒気、金縛りにあったように。人変えで、じゃあカンタくんに変える。で、さあ彼がすぐ近くに来た時に私の霊能力で、日野小太郎さん。誰？すべきことを伝えるよ、よく聞いて。何をいきなり。文化祭の実行委員に立候補するんだよ。よくわからないんだけどな。一体依頼はオッケーなのさ。あんたもちゃんとやるんだよ。依頼、阿佐ヶ谷さん、本当に？報酬はわかってるかね。あの裏に書いてあった文化祭有効費全額。そうそう、じゃああんたのすべきことを確かに伝えたからね。要求はちゃんと伝わっていたよ、嬉しいかい。なるほどね。で、さあ小太郎くんに帰るか。実行委員か、先生に言えばいいのかな。後で特科の職員室に行くか。水槽のある中庭の突き当たりの部屋。オッケーってことで、小太郎くんは実行委員に立候補するでしょう。で、めぐちゃんに帰るのかな。おお、なんだ、赤くなってるね。失敗は許されないイベントだ。オッケー、セーブしました。まもなく阿佐ヶ谷まどかが下校する。正門に向かい彼女を監視。オッケー、向かうぞ。バレちゃいけないのか、監視するだけだから。急ぐよ。時間制限とかもしかしたらタイム出てないけどあるかもしれないからね。よーし、こっち。
オッケー、来たよ。武蔵、ねえ一緒に帰ろうよ。ムスッとして一緒に歩いていいのね。勝手にしろよ。彼女のそばに近寄ろう、見失わないように。あ、そうだ、私ね、文化祭の実行委員をやらないかって言われたわ。知らねえよ。面白そうよね、うちの文化祭とっても素敵だもんね。特にさ、ダンスパーティー、あれ男の子が好きな女の子を誘うのよ。ん？あ、男の子が好きな女の子を誘うのよか。うん、私も誘われたいな、なんてさ。くだらねえ、文化祭なんて家で寝る日でしかねえよ。あ、行く気がないんだ武蔵は。そうよね、あんたはそういうやつだもんね。でも私と一緒に行きたかったらちゃんと言うのよ、いい？ふん、バーカ。あら、ねえ武蔵、一緒に実行委員やらない？やんねえそんなもん。私はやろうかな、面白そうだし、期待してくれてるみたいだし。勝手にしろよ。じゃあ勝手にするわ、武蔵も気が向いたら声かけてね。ふん。いけない、彼が覚悟を決めている。阿佐ヶ谷まどかの背中にぶつかって阻止を。オッケー、ドーン。誘うって話はよ、覚えておいてやってもいいぜ。ああ、見たいテレビ始まっちゃう、急いで帰んなきゃ。あっとっと、ああ忘れ物した、急いで取ってこなきゃ。めぐちゃんなんか慌ただしかったけど。で、何？武蔵、さっきなんか言った？なんでもねえよ。そう、これでいい。少し危なかったけれど、今日のところはこれでいい。武蔵くん、武蔵くんは絶対にね、まどかちゃんのこと好きだと思うわ。うわー、なんか小太郎くんのね気持ちも叶ってほしいけど、武蔵くんのこの気持ちも叶ってほしいな。あー、複雑、小太郎くんに変えます。そして翌日、立候補はしたけど、依頼と何の関係があるんだろうね。二藤先生にも呼ばれてたっけ、行こうかな職員室の二藤先生のところに行こう。 OK、 小太郎くんの BGM なんか穏やかだね、穏やかですごくいいね。はい、あ、阿佐ヶ谷さん、嬉しいわ、引き受けてくれて本当にありがとう。ご期待に添えるように頑張ります、よろしくお願いします。そうそう、特化でね、もう一人立候補してくれたのよ。あの小太郎です。阿佐ヶ谷まどかよ、同じ学年ね、一緒に頑張ろうね。はい。3年生は受験が忙しいから、2年生が実質のリーダーなの。2人には重要な仕事をやってもらいたいけれど、いい？喜んでやらせていただきますね、日野くん。はい。ありがとう。じゃあこっち。この部屋、みんなは執行部室と呼んでるけど、二人にはここで仕事してもらいたいの。はい。わ、二人っきり。じゃあ、書類持ってくるわね。私さ、こういうのって初めてなんだ。日野くんは？は、初めてです。じゃあ、協力しなきゃね。今後ともよろしくね。わかりました。いやー、へらへら。嬉しそうですね、小太郎くん、よかったね。じゃあ人変えで源次くんにしましょう。これでもう依頼達成してもいいと思うんだけどね。そして1週間くらい経った後、どう、依頼人とターゲットは？ええ、いい雰囲気よ。そうか、小太郎くん、もう告白してくれないかな。それは無理のようね。マドカ城が同意しないよ、武蔵ってライバルがいるんだからに。
告白の成否はどうでもいいけどね。あ、告白するっていうことを達成させればいいんだ。なるほど、告白が成功するか失敗するかはあまり重要ではないのか。なるほど。それにまどかさんと武蔵くんは今は結構疎遠になっているはずだ。チャンスだよ。まあ後期と書いてチャンスと読むのかな。疎遠ってもね、そんなに時間経ってないしね。ところでさ、リポリンどうしたの。なんでも可愛い相棒ができたとかで会いに行ってるみたいだね。あ、マロちゃんじゃない、相棒。いやいやいや、幽霊じゃないかね。まさかリポリンも霊感が。それはないわカンタ。あやや、リポリンに相棒か。問題の種にならなきゃいいけど。なるほど、じゃあリポリンに変えますか。猫ちゃん食べるものあるよ。寝てこないか。あの猫ちゃん名前あったわよね。なんだっけ。猫ちゃんの名前なんだっけな。おい、これヒントとか出ないんだ。あ、ヒントとか出ないんだね。もう私は覚えてるからいいけどさ。マーロ決定。あ、マロ、そうだマロ。あ、いるじゃないの。ほら餌よ。ぷい。おや、逃げちゃった。もっと慣れさせないとダメね。かわいい猫ちゃんね。絶対仲良くなってやろうっと。人変えで、じゃああとはホタロウくんね。だいぶ仕事にも慣れたわね。まあ僕はそのまだ。そう、結構スムーズに仕事をこなしてると思うけど。いやあ、ほら書類はどんどん来るわ。手早くやっていきましょう。準備ができたら言うよ。ちょっと落ち着いて、準備ができたら言おう。 OK、 じゃあセーブしましょう。何をするんだろう。さあ、失敗は許されませんよ。いくよ。はい。おっと、今日は受け取った書類を受理と却下に分別していく仕事よ。分別？まあ分別？まあいいか、どっちでも。私たち実行委員は他の生徒からいろんな書類を受け取るわ。大切なのは提出された書類が基準を満たしているかどうかよ。まず委員会指定の用紙であること、下側に実行委員会の印字と交渉がある紙よ。あ、なるほど、このマークだね。なるほどなるほど。特別か文化祭実行委員でポーンってなってるやつが OK で、文化祭に関する案件、印字ありの指定用紙、特化生徒のもの、提出期限内、付箋にも注意と。で、提出期限について、予算はまだ協議中、ルールの要望か、出展希望受付中、すでに決定したことへの批判要望は不可。なるほど。ルールの要望は可だから、文化祭では私服も許可してくださいっていう要望も可なんじゃないの？ん？どういうことだ？次に特化生徒からの提出であること、普通科の書類は特化では受理しないの。それから提出期限を守っていること、期限については別紙を参考にしてね。ただし書類に付箋がついていることがあるわ。特別な指示だから見逃さないで。そうだ、文化祭に関するものだけを受理して、私たちへの連絡も受理してね。なるほど。今は受理の条件さえ満たしていれば内容に関わらず受け入れるの。例えば今見ているこの要望、これは受理ね。そうだよね、よかったよかった。全部で14件よ。ミスは3回までに抑えてね。それじゃあお願い。ミスなしでいきたいね。全問正解したら後でまどかからのご褒美があるかもしれないぞ。なんだって。よし、小太郎くん、これはミスするわけにいかないね。任せといて任せといて。プレッシャー。はい、文化祭では私服も許可してください。これは特別課だし、ハンコもついてる、受理。 OK。 で、売店で売っているものの値段を下げてほしい。これは文化祭に関する案件でしょ。予算はまだ協議中でしょ。
え、わかんないわかんない。ちょっと待って、これは、ん？ちょっと待ってね。特別化で印字されてるから、大丈夫で、売店で売っているものの値段を下げてほしいのは、別に文化祭のことについてじゃないから、却下かな。違ったらごめん。文化祭の出展物作成に必要な材料は、両家で別に購入することになりました。なりました。これは連絡事項だから受理ね。OK。ハレンチ極まりなき不純異性交際を罰せよ。これは却下でいいでしょ。違うかな。出展予定の毒蛇100匹、購入費用が必要です。え？予算はまだ協議中。ちょっと待って。ねえ、難しい。難しいよ。え？出店希望は受付中だけど、予算はまだ協議中でしょ？購入費用が必要だっていうことを、受理しちゃいけないんじゃないの？じゃあこれ却下かな。え、違ったら、ごめんなさい。あ、違うよ。ちゃんと見てね。ごめんなさい。あ、小太郎くん、すまねえ。ちょっと、やり直して、やり直します。いやー、難しかったな。で、不正についてることがあるは特別な指示だから見逃さないで、文化祭に関するものだけを受理して、私たちの連絡も受理してね。今は受理さえ、あ、そうか、条件が満たし、内容に関わらず、内容に関わらず受け入れる。あ、 OKOKOK です。すいませんでした。よし、ご褒美もらうぞ、頑張ろうね。さっきのことはなかったことにしよう。あれは夢だったんだよ。受理です。で、これは却下です。で、受理です。で、これは却下です。で、100匹必要ですっていうのは、まだ予算協議中だけど、受理です。要望書。これ普通科じゃん。売店に売られているカメラを使って盗撮している男がいます。警備を厳重にしてください。これは検討が必要ですって書いてあるけど、印字されてるけど、羽里高校普通科なので、却下です。これ特別化であってるね。実行委員執行部は基本的に毎日待機しているように、用事があったら気にしないで帰ってね。これは受理。で、要望書。普通科と特別科の交流イベントを催してはいかがですか。特別科だし、印字もされてる。却下じゃない、受理。で、要望書。熱帯魚の展示は盛り上がるぞ、魚住。綺麗だぞ。これも受理。なんで？なんで？ちょっと待って。もう一回やり直します。ごめんなさい。危ねえ。これ夢だったわ。夢落ち。特化生徒のものか。先生だからダメなんだ。はぁ、なるほど。期限を守っていること。期限については別紙を参考にしてね。別紙ってなんだろう？この、ああ！ねえ、間違った。ねえ、間違った。めっちゃやり直しとる。小太郎くんの、もう、あれは夢だったんだよ。くそー、小太郎くんに、いい思いをさせてあげたい。ジュリー。却下。これは報告書だから、ジュリー。で、これは却下。で、これはもう受理。これ普通科だから却下。で、これは連絡書だから受理。受理。羽里高校文化祭実行委員会、熱帯魚の綺麗だぞ。これは、先生だから
生徒じゃないから却下で、文化祭への女子の立ち入りを禁ぜよ。これはぜひ実施すべきね。え？要望書で、特別課で、ルールの要望でしょ？これ多分。これは、樹里なんじゃない？もしかして。樹里。あー、合ってる！よかった！要望書、文化祭演奏部門。出演審査の結果が不服です。理由を教えてください。ん？すでに決定したことへの批判要望は不可だから、これ却下でしょ？で、要望書。文化祭における過度な肌の露出を禁ぜよ。これも受理なんじゃない？あ、よかったよかった。質問書。ペット持ち込みに関してはどうなっているんですか？ペットは禁止と回答すること。だから、回答すること、ん？ペットは禁止と回答することっていうことで受理かな。ああ、よかったよかった。怖いよ、この、要望書。私と同学年の高の友達の彼女と違う科だった先輩がタカの、普通科の出し物も見たいそうです。許可してもらうよう頼まれました。え、同学年の他の科の友達の彼女と違う科だった先輩が、タカの普通科の出し物を見たいそうです。許可してもらうよう頼まれました。だから、同学年の他の彼の友達の彼女が違う彼だから普通彼の出し物を見たいって先輩が言ってるっていうことは、この要望してる先輩は特別彼だから、これは受理でしょ。よし、はあ、やっとクリアした。完璧、日野くん、さすがね。阿佐ヶ谷さんこそ実行委員長になってすごいね。前に委員長だった人を辞めちゃったんだって。プレッシャーがすごいからって。大丈夫なの、阿佐ヶ谷さん。今はなんとかね。でもさ、私ずっと執行部室にいなきゃいけないの。突発事案もあるしね。へえ、抜け出すのは責任があるから、ちゃんとこの部屋にいなきゃね、絶対に。そしたら僕もここにいればずっと二人。ちょっと阿佐ヶ谷さん、予算配分の件どうなってんの？嫌味実行委員ね、いるいる。え、予算配分？そうよ、頼んどいたでしょ、普通科と特科の予算分配のこと。ちゃんと折り合いつけたの？どうだっけ、日野くん。え、僕いや、知らない。あ、そうそう、日野くんが分配について話し合ってくれたんだっけ。え、いや、そうなの。いや、話し合ってはない。書面上では分配については採決済みね。話し合いはまとまったみたい。そうなの。さすが日野くん、ありがとう。まとまったならいいわ。後で問題起こさないでよね。大丈夫よね、日野くんはとっても頼りになるんだから。そうなの。有能な人が助けてくれてよかったわね、阿佐ヶ谷さん。え、本当に。ただいつも男子が助けてくれるなんて思わないことね。はいはい。ちゃんと仕事してるのかしら、あの人。僕はその何も、阿佐ヶ谷さんの手柄で。そんなの誰だっていいじゃないの、話がまとまればそれでいいのよ。なるほど、手柄を小太郎くんに譲って、まあ納得してもらったみたいな感じか。まどかちゃんに嫌がらせしてるだけだから、
小太郎くんがなんかちゃんとやったよって言えば言われないからってことね。はあ、頭いいね。そうかな。でもやっぱり僕は役立たずっぽいのに。じゃあさ、これから頑張って。しっかりしてよ、ひなくん。私本当に期待してるんだから。期待本当に。え、文化祭盛り上げましょうね。うん、頑張るよ。期待されてるなんて。なよなよしてるな。いや、よかった。でも期待してるってこれがご褒美かな、もしかして。なるほどね。いやー、ということで、じゃあ今日はこれで終わろうかなと思います。ご視聴ありがとうございました。いやー、失敗が許されないイベントが続いて、ちょっともう緊張しましたね。失敗が許されないかっこいっぱい失敗しましたって感じなんですけど、あれは全て夢だった。みんないいね。じゃあまた次回、おつぴよでーす。